振り子と同じなんで、これをポンとこの位置のマーク振り子エネルギー保存の法則、ね、これとこれは同じ。これもこれとこっから先は同じでしょ。知らず知らず無意識のうちにブレーキかけちゃってるから。こっちに行くんだよ。じゃあ今のとさ、この差を言ってあげて。ブレーキかけてるない心で。ああ、はい。相手が痛くてかわいそうだなとか思ってるとブレーキかけちゃうよ。はい。全部入れちゃって。違う。なんだ違う。なんだろう。なんだろうな。違う。柔らかさがね。柔らかければ全部伝わるじゃん。玉突きと同じなんだよ。あるいはアイスホッケーのスティックと同じで、ポーンと氷の上をエネルギー受けて滑るでしょ。なんか入らないからな、うん、いっぱい来てるんだけどね、痛いのは。あ、なんだろう、んと怖い怖い怖い、うん、どこだよ、うん、ちょっと来ましたかね。設置時間が短い感じがするので、うん、これでも多分短いんですよ、短い、うん、こうだよ、こっちにも離すの、これがここまで来たエネルギーを受けてポーンと同じ 銃伝わるように、危ないんじゃないか、そのままったら場所悪いか、やっぱ自分でブレーキかけてるって感じるでしょ、彼も、はい、坂井さんもそうだよな、だからなんか力でいってる感じがするんで、なんかふわふわの手にしてポーンっていうのやりたいのに、グッとこっちの手力でやってない、それを消すんですね、手は不安、手力、力抜きの練習だよ、力抜きでもエネルギーを伝えれば浸透する気になりますよ、もうちょっとやって痛いって言ってるから、逆に信じしま